こんにちは、ザワザワジャポンです。美少女戦士セーラームーンといえば90年代を代表する漫画アニメ作品ですよね。実はこの美少女戦士セーラームーンは特撮テレビドラマ化もしていたことはご存知でしたか？美少女戦士セーラームーンは2003年10月から2004年9月まで全49話が1年間にわたり毎週土曜朝7時半から8時まで TBS 系列で放送されていました。TBS 系で東映特撮作品が放送されるのは仮面ライダーブラック RX 以外15年ぶりとなりました。ストーリーは原作漫画の第1期ダークキングダム編をベースにしていますが、原作とは設定や展開が異なっていました。そこで今回は実写版セーラームーンに出演していたキャストの現在をドラマでのキャラ説明とともに見ていきたいと思います。セーラームーン月のうさぎ、沢井美優。中学校2年生、14歳。ごくごく平凡な生活を送っていたが、ある日喋る黒猫ぬいぐるみ、ルナと出会い、愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーンとしての宿命に目覚める。素直すぎ、天真爛漫すぎて、バカのように見られることが多いが、その包容力のある性格は孤独な少女たちを取り込み、次第に固い友情に結んでいく。沢井美優さんは女優デビュー後すぐこのセーラームーンのオーディションで合格しています。現在もモデル女優として活動しており、最近では騎士流戦隊リュウソージャーや35歳の少女などにも出演していました。セーラーマーキュリー水野亜美、浜千咲、現泉理香。うさぎの同級生、14歳。 IQ300 の天才少女。素直でピュアで優しい性格の持ち主だが、天才であるがゆえに友達との間にすぐ溝ができてしまう。友達に好かれたいがためにノーアルタカは爪を隠す式に自分の才能を隠そうと無理をしてきたが、そんな無理は長く続かない。ウサギと出会って初めて解放され、本来の自分を取り戻す。彼女と同等の会話ができるのはルナとアルテミスだけである。彗星を守護に持つ戦士として活躍。浜千咲さんはセーラームーン終了後芸能活動を一旦休止しています。そして2008年に泉理香に改名しています。現在はオッチの専属モデルとしての活動や女優として多くの作品に出演しています。斉藤工さんと出演している CM のインディードでもおなじみです。セーラーマーズ、日野レイ、北川景子。うさぎとは別の中学校に通っている14歳、霊感少女。氷川神社の巫女を務める。幼い頃から霊感に目覚め重宝されると同時に迫害されてきた。それだけになかなか人を心から信じることができない。人と打ち解けることに慣れていないが、生まれて初めての友人としてウサギたちと次第に固い友情に結ばれていく。北川景子さんは今や日本を代表する女優の一人ですが、このセーラームーンが女優デビュー作でした。2016年に大悟さんと結婚しています。セーラージュピター、木野誠、あざまみゆう。うさぎの中学校に現れた転校生、14歳。怪力、長身、男勝りの言葉遣い、頼りになる存在。そんな外見から誤解されやすいが、実は5人の中で一番女の子らしい優しさ、傷つきやすさ、繊細な心の持ち主でもある。木星を守護に持つ戦士として活躍。あざまみゆさんは現在はモデル活動を中心に女優としても活動しています。セーラームーンが女優デビュー作でした。セーラーヴィーナス、愛の美奈子、小松彩香。セーラー V としてセーラームーンたちより早く活躍していたセーラー戦士。その正体は不明ながら警察官たちのアイドルと化している。怪盗タキシード仮面とは宿敵同士。後に金星を守護に持つセーラー戦士としてセーラームーンをサポートする。小松彩香さんはセーラームーンが女優デビュー作でしたが、現在も女優としてドラマや映画などに多数出演しています。最近ではナイトドクターやアンサングシンデレラなどの話題作にも出演していました。千葉守、タキシード仮面、渋江ジョージ。幻の銀水晶を求め夜な夜な謎の怪盗として出没している。いつもセーラームーンと出会い、なぜか彼女のピンチを救う。渋江ジョージさんはセーラームーンで俳優デビューし、以降も多くのドラマ、映画などに出演していましたが、2021年3月31日付で所属事務所を退所しています。現在はライター業なども行っています。セーラールナ、小池里奈。
幻の銀水晶の力を浴びたことで、ぬいぐるみの猫ルナからセーラー戦士に変身できるようになった。ただし、くしゃみをすると元の猫の姿に戻ってしまう、ドラマのオリジナルキャラ。小池里奈さんは小学生の頃にセーラームーンで女優デビューしています。現在は女優のほか、タレント、YouTuber としても活動しています。クイーンベリル、杉本彩、闇の組織ダークキングダムの女王、4人の配下四天王を従え、地球征服を狙う。杉本彩さんは現在タレント、女優業のほか、動物愛護活動家でもあり、公益財団法人動物環境福祉協会エヴァ理事長も務めています。ジェダイト、マスオジュン、クイーンベリル配下四天王の一人。妖魔を使い、人間の生体エネルギー、エナジーを集めている。マスオジュンさんは俳優活動を2004年まで行っており、その後は音楽活動に専念し、音楽グループ、アズア・サン・オブ・ヒューマンのギターボーカリストを務めていました。ネフライト、松本博之、クイーンベリル配下四天王の一人。世界を手中に収めることができるという幻の銀水晶を探している。松本博之さんは現在も俳優として活動しており、最近ではボイス、緊急指令室などに出演していました。ゾイサイト、遠藤義人、クイーンベリル配下四天王の一人。音楽を武器に月のプリンセスを探している。遠藤義人さんはあまり俳優活動は行っておらず、2005年からバンド活動に専念していましたが、2006年に解散しました。現在はウェブデザイナーとして活動しています。グンツワイト、久保寺明、クイーンベリル配下四天王の一人。冷酷で腕は立つが自分勝手な行動が目立つ。久保寺明さんはセーラームーンがテレビドラマ初出演で、以降は俳優として多くの作品に出演していましたが、2020年に亡くなっています。古畑元樹、木川田雅也、カラオケボックスクラウンでアルバイトをしている。亀愛好家でペットの亀吉をこよなく可愛がっている。木川田雅也さんは現在も俳優として活動しており、最近では警視庁捜査一課長2020や遺留捜査などにも出演していました。いかがでしたか？セーラームーンのドラマに出演していたセーラー戦士5人は、セーラームーンが女優デビュー作だった人が多く、さらにドラマ終了後の現在も仲が良く、戦士会と呼ばれる同窓会で集まったりしているようです。この様子はインスタなどにアップされており、ファンからも喜びの声が上がっています。さらに今年セーラームーンの劇場版が25年ぶりに公開され話題になりました。これは子供の頃セーラームーンを見ていた方でも楽しめたのではないかと思いますし、親子で見られた方もいるかもしれませんね。今も昔も変わらず愛される国民的アニメセーラームーンが気になった方はぜひ見返してみてくださいね。この動画の高評価やご感想、当チャンネルに取り上げてほしいドラマのリクエストなどがありましたらぜひコメントお願いします。またチャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。